はいどうもこんばんち、ライフ先生と、はいどうもこんばんち、リアン先生です。おい生徒だろい生徒だろいお前は。あれ生徒か。はい、はい、ということで、はい、リアンくん、はい、今日は僕が先生でございます。なので神様と呼んでください。いや先生は神様じゃないでしょなんでそこイコールなんはい、先生と呼んでくださいね。はい、リアン君。神様。今日はリアン君でいきます。あ、神様呼びしてくれる。はい、神様。はい、神様です。はい、ということで、今回はコーチング企画ということで、最近、ちょっとリアン君、たるんでんじゃないかなと。誰が腹がたらんでるじゃ言ってねえよ。ということで、リアンは今回はコーチングしていきたいと思います。それでは続けていきましょう。レッツゴー。はい、ということでワンベアマップ来ました。そしたらキンポンプと青エアルを取ってください。はい、はい、踊らない。はいはい、撃たない撃たない、静かに、はい、静かにしてください。はい、はいはい、でこの世には建築という文明がありますよと。はい、こんな感じで階段作れますよね。はい、で今から僕が建築した建築研修をやってもらいます。はい、そんなやんないでください。そんな、はい、はい、いきますよ、覚えてくださいね、見て、はい先生のだな、じっとしろって言ってんだろ。はい、行くぞ。はいはい、こうこうはい、ここまでやってもらいます。おお、なるほど。はい、まずゆっくりやりますね。はいはい、まずここ2マス、はい、開ける。そうそうそう、で2マス開けたらこうじゃあ右に展開するの。あーこう、そう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 、それやって、はい、それやって、はい、壁つけてこう、あーでもう一回こう、はいはい、そうでもう一回ここ、ここにいます選手。あーはいはい、いきますよ、こう来てこう来てこう来て、あーね、こうですね。はい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 、これこれがね、リアン君できるかなっていうね、うん、今失敗しちゃってるけど先生も、おさあやってごらん。はい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 、なるほど。そう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 、これをスムーズにこうやってもらって、あそう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 、屋根、そう上に屋根つけて、はいはい、そう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 、できたね。なるほどなるほど。これはまあ速いかつちゃんとスピードも維持しつつ上のからの攻撃を防ぎながらどん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 上に上がれるっていうやつなんだけど。なるほど。で、はい、2種類目いきます。この壁、床屋根編集壁壁の三角開けの、トライフォーコーン、トライフォーコーンじゃねえな、なんだこれ、この壁ぐりですね。はい、やってみてください。そうで壁つけて、はい壁、そう惜しい、そうおー、そう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 、早いね。違うな、なんだこうか、そう、いいよ、いいんじゃない、そう、よし、素晴らしい、できますね。もう最後にずっと縦積みしてくる人いますよね、 1v1 とか、はい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 、の人でめちゃめちゃ使える、相手がめっちゃ積んでも上を取り返せちゃうよっていう技ですね。いい、はい、で一回ちょっと上リアン取ってもらって、はいはいはい、リアン君に取ってもらって、で上を維持してもらおう、もう維持しようとしてみてもらっていいですか。はいはい、もうそんがれでね、はいはいはい、上でまあ維持しようとしますよね。はいはいはい、あー高すぎ、あ高すぎ高すぎ、うん、ちゃんとなんか攻撃しようとしてみてください、はいはいはい、僕のこといいですね、そう
まあ、普通に剣バトしてるみたいな、はいはい、で上取り返されないようにやってみて、はいはい、で、まあ、さっき教えたリアンとのね、うん、リアンとの技を、まあ、こうかましつつ、まあ、こうやってまあやるじゃないですか。でこう二重階段になった時ですね、はいはいはい、ここが肝です。ああなるほどね。はい、まあまあこんな感じで上取れちゃうんですよ。はいはいはい。そうで、これ何をしていたか分かりますか？あ、全然見てなかった。だから俺も上取ってた。ちゃんと攻撃しようとして見ながらって言ってるでしょ。いやいや、そっちが離れてったやん。なんかどっか行ったもん。もう一回やるか。まあ、これはね、僕の動画をちゃんと全部チェックしてる人はもうね、結構前から知ってるんですけど、はい、あ、ごめん、上取っちゃった。そうで、上取られました、うん、で、こっから、うわ、取り返さないとなーって時に、まあ、さっきのね、いろいろな建築を組み合わせつつ、あー、取れたね、まあ、こういう感じとか、うん、一回取ってもらってよし。わからん、どれが技なんだよ。普通に剣バトしてるだけじゃない。まあまあまあ、まあ、結構集まったからいいや、これで上取ったやつ。ということで今やった技はですね、はい、今二重階段の時にできるんですけど、はいはいはい、さっき教えたこういう技に、うん、に追加で、うん、こうするんですよ。うんうんうん、こうトライフォーコーンをやって、うん、こうやってそのままここを編集、うん、で二重階段なんか1個上の二重階段作って、うん、これは上から打たれないような階段ね、うん、でここでクリックス、はいはいはい、そう、これを続けることによって相手が縦積みしても、うん、縦積みよりクリックスの方が早いからいずれ追いつけるんだよね。これが上から打たれないでプラス相手より一段上にずっといけるっていう、だから徐々に徐々にどんだけ上でも追いつけるんだよね相手が。でそのクリックスってのが何か分かんないんだよね。クリックスがこの普通の縦積みってまあこうじゃん、うん、けどクリックスの場合は階段伸ばしてこう、ああなるほどね。これをずっとしてると縦積みより早いから、うん、どんだけ縦に積んでも勝てないんだよね。なるほどね、これをやられちゃうと。そうだから、それを上から打たれないようにカバーしながらできるっていうのが今回の最後の技です。はいはいはい、やってみて。二重階段からトライフォーコンの屋根を縦に編集。そう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 、え、すごい。まあまあもうほぼ完璧なんじゃない。よーし、素晴らしい。飲み込みが早いです彼は、やはり。それじゃあ今のを踏まえて、うん、はい、ちょっと先生としても自由にちょっとタイマンやって、はい、ちょっとリアンの見つけたところ、うん、ここをこうしたらもっと上手くなれるってところをご教授したいと思います。はい、勝手に。よし、じゃあまずは普通にタイマンしましょうか。先生負けらんないからねこれ、普通に。おお、使ってる。待って待って待って、ちょっと待って、生徒が成長、すごい嬉しい。うおー、えぐいことするね。久しいな、アリアントタイマン。めっちゃうわば。マジかよ。マジか。
ああ、そっちか。オーケー。ディアンの悪いとこ見つけなきゃ。うぜえ。三本勝負します。先生と三本勝負してください。これ全部使われる。全部使われるんですかこれ。マジ本気でやるわ。もううまい、教えたのを使うの。マジでそれ強いよな。OK。 もう絶対負けない。もうもう先生怒っちゃったね。頼むよ先生。ああ。オーケー。よし、ラスト。カット割る、カット割る。オーケー。よし、ということでね、圧倒的な差を見せつけて先生が勝ちましたんですけれども、はいはい、わかりました。リアン君の、もっと強くなれるお、アドバイス3つほど、用意いたしました。はいはい。コーヒーを飲むな。はい、ということで、まずはですね、上を取るのはすごい得意みたいで、かなり上達、なんか発達してましてですね、私が思ったよりも。はいはい。なので結構上取るのは良くて、で、上取った後ですね、攻撃の種類がちょっと少ないかなと。なるほど。思いましたので、いくつか種類を、伝授しようかなと。はいはいはい。上にいる時に、で、敵が上がってくる時の、攻撃パターンですね。だから、リアン君はですね、大体ワンパターンの、これですね。これをやってるかなって感じかな、はいはいはい、君の攻撃パターン。さあ、で、もう一つみたいな、はいはいはい、これ、これですね。これやってほしいですね。できないのよ、ライフガード相手やと。こういう屋根を、めちゃくちゃ上手い人だとなかなかできなくないこれ。これは、マジ予測が大事で、うん、相手がどんな風に上がってくるかっていうのを想像しなきゃいけないんだよね、先に。めっちゃ、うん、めっちゃ先に想像してから、ここに来そうだなってところに屋根と壁は置いといて、こう編集すると相手側はマジ何もできなくなるから。ここ2マス下の敵にの予想を立てなきゃいけない。こうやってこう上がってくるじゃん。で、まあ大体癖あるから、うん、人って、うん、ここで縦積みするだろうなってところに、そう、屋根と、そう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 、で、結構早めに、これ別に縦積みしてるとこ時に使うだけじゃなくて、うん、相手が行きそうなところだから、上がってきそうなところで全然使えるから。あとは段を変えること、段と角度変えるのめっちゃ大事だから、はいはいはい、そう、その攻撃パターンも例えば、うん、こんな感じでこうダッシュとスライディングで大きくこう後ろ回り込んだりすると、うん、相手結構むずいんだよね、このそれを避けながら、うん、ダッシュスライディングかませながら、うん、角度プラス段もね、ディアンは変えた方がいいと思う。もうちょっと、そう、まあ角度こんな感じで、ただ真正面にこう今みたいに、こっからこっから打つとかじゃなくて、こっちに先回りして角度変えたり。そうね、この辺はね、戦ってると逆にすごいわかる。わかるでしょ。そっから打っていくんだよ。うざい、少ない、なんか後ろに回られたりするとうざいから。わかるわかる。で、もう一つはね、まあボックスだね。リアンやっぱボックス行かないから、うん、先の建築、こういう系、うん、このこういう系だね、うん、そうね、こういう系を
そう、こういう系の攻撃パターン。むずいんだよなそれ。これもめっちゃできたらかっこいいし、そう、こういう時こうほらこっち行きたくな、ならない、うん、こういう時に先にここやっとくとか。そう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 、だからめっちゃ早めに作っとくっていうのが大事だから、うん、とにかく使うのが大事なんだよねこれ。俺剣バトマジで新しい技とか、うん、新しいなんかやりたいことあったらめちゃめちゃ使わないと。そうね、そのそういけないから、とにかく使う技も全部使うのがねむずいよな。そう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 、それ上手くなろうとしてないと使わんからな。そう、上手くなりたいときはねめっちゃ頭に入れるんだよな、ね、これ使わないとやばいって。じゃあ最後に僕も最近覚えた技なんですけど、まあ、こうやって上取られてて、まあ、リアンに上取ってもらって、まあ、こんな感じで上取ってもらってるときにこれね、まあ階段とかは立ててよくて、もうちょっと上維持してていいよ。でまあちょっと止まった感じで、ちょっと止まって様子をお互い見てる瞬間らへん、こんな感じでこういう時とか、そうこのねちょっと交差のタイミング、こんな感じ、これマジで強い、これ本当に強い。この形、今の形の時だったらこうやってやる、ダッシュジャンプで、そう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 、こういう時もこんな感じ。マジで速くて見えないんだよねこれ、いきなりやると。ちょっとじゃあ普通に剣伐するか、ちょっと肌で感じてもらうわ。そうこんな感じ、そうこれ本当に強い、楽しいし、そうダッシュしてスライディングしてジャンプ、ダッシュスライディングジャンプ、そうそれ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 、その角度その角度、そう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 、それそれです、マジで強いですこれ。はい、はい、ってな感じで使ってください。これもうめっちゃ使えば使うほど分かってくる、あこれこれここ強えなっていうコツがつかめるんで、使わんと忘れちゃうやつだ。よーし、いやだいぶどうでした、いや今なら勝てんじゃね。ラスト1回やって終わるか、先生の強さを思い知るがいい。おお、いいね。オッケー。よーし。まあ、今のも、まあ、上でも、スライディングジャンプ強いんでね。今みたいに。そう、結構早いから動きが本当に追いつけないっていうね。そうそうそう。マジで強いんで、使ってみてください。ということで、今日の授業は終わりです。なかなかと。はい、お疲れ様でした。ということで、頑張っていきましょう。実況者。実況してるとね、なまるんで、はい、もう俺めっちゃ痛感してるんで、本当に頑張っていきましょう。はい、ということで、ありがとうございました。今回の動画、良かったなと思ったら、チャンネル高評価よろしくお願いします。リアのチャンネルも概要欄に入ってるので、よかったらチェックしてみてください。んじゃ、バーイ。